ショーン・デデル・キルパトリックは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ヨンカーズ出身のプロバスケットボール選手。N ポジションは、シューティングガード。NBA のシカゴ・ブルズに所属している。シンシナティ大学で4年間在籍し、ベックのセカンドチームに2回選出されるなど、同大学の主力選手として活躍した、キルパトリックだったが、2014年の NBA ドラフトでは指名外となり、 同年夏の NBA サマーリーグでフィラデルフィアセブンティー・シクサーズの一員として参加。シーズンキャンプにはゴールデン・ステート・ウォリアーズのキャンプに参加するも開幕前に解雇され、解雇後参加のサンタクルーズ・ウォリアーズに送られてプロキャリアがスタート。翌年1月にデラウェア87アーズに移籍し、3月19日にミネソタ・ティンバー・ウルブズと10日間契約を結び、 同日のニューヨークニックス戦で念願の NBA 初出場。その後シーズン終了までの契約を結んだ。2015から16シーズンはニューオーリンズペリカンズのシーズンキャンプに参加するも開幕前に解雇。再びデラウェアパチ1 7アーズでプレーした後、2016年1月12日にデンバーナゲッツと10日間契約に締結。しかし、 発試合出場で3に得点に止まり、2度目の契約終了後に解雇。2月28日、ブルックリンネッツと10日間契約を締結。苦しいチーム状況の中、ベンチからの得点源として奮闘し、3月19日にネッツと正式に複数年契約を結んだ。11月29日のロサンゼルスクリッパーズ戦では、自己最多の38得点を記録した。 2017年12月7日、ネッツを解雇された。2017年12月18日、ミルウォーキーバックスとツーウェイ契約を締結。その後2018年1月7日、バックスはキルパトリックとの契約をツーウェイ契約から正式な契約に変更した。3月2日、バックスからウェーブされた。2018年3月4日、 ロサンゼルスクリッパーズと10日間契約を結んだ2018年3月26日シカゴブルズと契約したありがとうございます。